お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまあ見ての通り、やっと行くかと思った。引っかかってたということで、今日はバレーボールをしに来ました。結構何回もコラボをしてるんですけど、スペシャルゲストをね呼んでいます。まあ毎度の通り95年アスリート、すごく仲のいいバレーボール選手です。あ、来た。じゃじゃーん、メリークリスマス。メリークリスマス。あ、サンタさん。サンタさんです。今日はじゃあ、はい、サンタさんにバレーボールを教えてもらうということで。はい、おい違うよ。はい、自己紹介、はい、今バレーボール選手として活動しています、あの川口太一といいます。よろしくお願いします。お二人は仲がいいという。仲いいですよね。仲いいですね。95年アスリートで横のつながりがあって、はい、同級生です。そう、同級生です。以前アスカちゃんの方で撮影を一緒にやってもらって、太一くんが体操をしました。で、次はじゃあバレーボールを教えてもらいましょうということで今日実現しました。はい、ありがとうございます。わざわざ、はい、すいません、こんな感じ。なんでこんな格好で来たかっていうのはまた訳があるんですよね。訳がある。訳があるんですね。訳があります。ちゃんとした理由があります。概要欄に貼ってあるので。概要欄、はい。で、今日は流れとしては飛鳥さんに一通りのバレーの基本を教えていただいて、最後は試合とかでも使えそうなちょっと実践的な感じで。はい、豪華。ちゃんとあの素人でしょ、初心者。やったことないでしょ。やったことないでしょ。はい。なんでその初心者の方を僕の指導ですごい上達させるんで楽しみにしてます。じゃあパリオリンピックは体操とバレーで、はい、体操とバレーで2競技で出場させるんで任せてください。お願いします。お願いします。じゃあ気を取り直してジャージにちゃんと着替えたんで準備万端です。じゃあこれからバレーレッスンを。バレーレッスン、じゃあまずちょっとスキルチェック、今のアスカちゃんのレベルがどんなもんかっていうのをまず見たいと思います。まずはオーバーパス、基本中の基本です。まずは見せます。はい、こんな感じです。簡単にやれば、これがオーバーパスです。ちょっとそこで真上に、そうで続ける。おお、おいい、おお、悪くない悪くない悪くない、はい、おいい、おいい、やばかいな。オッケーオッケー。じゃあ次はこれまた基本なんですけど、アンダーパス、まあ、こうやってね、こう真上に、これちょっと一回。それで真上に。いやいいいい、うまい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 、全然できてる。いや全然 OK ですよ。まあ、今ちょっと簡単にスキルチェックしたんですけど、うまいっす、正直。マジで、はい、じゃ今日はちょ僕のスパイクをちょっと取れるように育て上げたいなと。なるほど。はい、リベロに。そういうことです。太一くんの代わりを。そう、僕あの本職リベロっていうのでレシーブが専門なんですけど、そのレシーブの技術をちゃんとアスカちゃんに教えて僕のスパイクを拾えるように育て上げたいと思うんで。じゃあ一回太一さんのスパイク見ていただいて、全然いい。でレッスン後にはあなたはこれ受けてますよ。そういうこと。あ、いいね。ちょっといい、はい、見ますか一回。じゃあ OK、 そうです。じゃあアスカさん一回スパイクを見てみるということでね。じゃあ見るだけで。見るだけ。やば、太一くんのバレーボール姿初めて見た。はい、なんかあんなのバコバコこれから受けるといつか潰れて消えてなくなった。おーすごい。フォアカメラ当てそう。守ってね。え、守る。大丈夫ですか。どうすか。速さで言ったらどんぐらいの。多分僕だったらでも80キロぐらいとかしか出ないと思うんですけど、うん、でも本当のプロの人たちはもう120キロとかそんぐらい余裕で出るんで。だからちょっと僕は弱いっす。弱かったでしょ。あれはちょっと反応できるようにちょっと伝授していきたいと思うんで頑張っていきましょう。あ、はい、やる気満々です。はい、よしやっていきますか。じゃあこう右手を上にして左手の面を置いてこう組む。そう、これが基本の組み方。まあ、もちろんこっちもあるんですけど基本はまあ引き腕の方が上に来る。でさっきみたいな強いスパイクをレシーブするときはちょっと足をね開いてほしいんです。そうそう、足を開く。そうそう、それが基本の姿勢で大事なのは力を抜くことなんで、やっぱああいう強い球パーンって来るときって逃げてビビっちゃうんですよ。でも力入れたらダメなんです、動けなくなっちゃうんで。
だからリラックスしとくっていうのはすごい大事で、あみんなさ、ね、そうみんなこんな感じでしょ、バレー見てると、うん、そうみんなリラックスしてるんですよ。それはやっぱり速い球に反応するためにやっぱりリラックスしとかないと反応できないです。ビビって力が入っちゃうと反応できないんです。なんで今言ったリラックスマジでちょっと大事にしてます。じゃあ一旦で僕はこうちょっと投げるんで、ね、それをもう何も考えて一回自分流でちょっと拾ってみてください。あじゃあ打ちますわ、打つの、はい、軽くね最初。じゃあ一回いきます。そうそうそう、うん、悪くない悪くない悪くない。で、今ちょっとこう組んで待つのはあんまり良くない。最初はちょっと話してて話してて、来たら組む。おー、そうなんだ。 そう、それは知らなかった。もう一回もう一回ね。そう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 、悪くない悪くない。でもうちょい膝曲げた方がいい。あ、そうそう、こんな感じ。前傾、前傾。そう、バレーボール選手っぽい。もう一回いくよ。そう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 。おー、あれ飲み込み早いそう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 、そう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 、いいいいいい、うまいうまいうまい、意外にうまいです。意外に飲み込みが早い。でもう一個今ちょっとこう前に飛んでいっちゃってるから待つ、来た球に合わせるだけ。じゃあもう一回いくよ。そう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 、おいいよいいよ。そうそうそういいねいいね。でまだちょっと飛んでるから飛んでる、体操選手っぽさが出てる。待つ、待つ、行くよ。そうそうそう、それそうそうそう、そうほら、飛んでき、めっちゃうまい今の。もう飛ばないだけでこんなに、余計なことをするとうまくいかないんですよ。じゃあちょっとネットから打つから、で構えはもうそんな感じで何もしない、またで合わせるだけ。じゃあ一回練習ね、はい、動かないリラックス。そうそうそう、 OK OK OK。 こんな感じの球が来るからちょっともう一回。そうそうそう、 OK OK OK。 いいよいいよ。ああいう球でもやっぱびっくりしちゃうんですよ。でもちゃんと待ててるから飲み込み早い。言われたことをしっかりと、いやしっかりと、すごい。じゃあ行きます。おお、どうしたの、だっておお、どうしたの、だって飛んじゃダメだって。手大丈夫、痛くない、地上から練習ね。いや大切なのはもう伝えたし、リラックスすることと、そう止まない、そう待つこと、これをちょっと意識して、じゃあと呼吸いってみますか。さっき飛んじゃったもんな。そういいよ、リラックス、待つ、悪くない悪くない。惜しい、いいよいいよ。惜しい惜しい惜しい。あーごめんごめん、ラストね。だけどね、めちゃくちゃうまいっすよ。普通の人はやっぱね、あんな負けないから。そうなんだ。そう、やっぱビビって怖がってこう後ろ行ったりだとか飛んじゃう人とかが多いけど、やっぱそれをしなかったんでマスターできたんで、これはもう合格ですよ。ありがとうございます。まあ、ほぼ合格でしたけど、まあ、最後にね、最後にちょっと本気のスパイクをちょっと一回打ってみようかなって、はい、せっかくプロの方に来ていただいたから。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ行ってみたいと思います。はい、はい、準備はいいですか。 OK、 よし
いける？すごい、ビビってないもん。普通怖いもん。怖いの、ラスト1本ぐらい。ラスト1本ぐらい。ちょっと触りたい。ラスト1本。いやでもすごい、ビビってないのは本当すごいと思う。結構思いっきり打ってるんで、あれ多分本当80キロ90キロぐらい出てるんで。ありがとうございます。そうです、確かに最初ヒーって言ってたのに、最初なんかこれだけあるんですヒーって言ってたけど、うわっ飲み込みが早い、ちょっと教えただけでやれるっていうのはさすがプロフェッショナルだ。プロフェッショナル、本当にめっちゃ分かりやすかった。お疲れ様でした。ありがとうございます。続いてサーブに行きたいと思います。サーブ、はい、ドリンクちょっと取ってみます。やわらかいな。